始めていきたいと思います。今日のテーマは閉塞毛サービスということを話してみたいと思います。閉塞毛サービス、なんか聞いたことない言葉ですね。でもこれは聞いたことあるんじゃないでしょうか。プライベートクラウド、パブリッククラウド、こういった言葉を皆さん、知ってるのではないかと思います。今皆さん何気に、システムなどを使っているとパブリッククラウドを使っている方多いです。例えばマイクロソフトのオフィス使っている方、MS オフィスの365を使っているよって言ってデータをどこに保存するのって確認すると意外にクラウドの中には格納していたり、また iCloud を iPhone 使っている方なんかもですね、バックアップ先として iCloud を使っていたりと、気がついたらパブリッククラウドを使っていたということはよくある話です。このパブリッククラウド、皆さんは実際何でつなげているかというとインターネットなんですね。つまりインターネットですからオープンは、広域的な、広域的、いわゆる、みんなが使っている、通信網の中で使っています。そのため、安く便利に使えるんですけど、安定性の面に関してはやはりみんなで使っているので重くなったり遅くなったり落ちたりいろんなことが起こり得るんですね。で、今はもうそんな落ちるとか、遅くなるとかっていうのは、そんなに、頻繁に起こらなくなっていると思うんですが、実は、安定して企業なんかはですね、そのクラウドのサービス使いたいというふうに思うんですよね。で、そこで出てきたのが閉塞型のサービス。どんなサービスかというと、パブリッククラウドを、ある会社さんが代表してつなぎまして、特別な自分の基盤、ネットワーク基盤を持ったところでつなぎ、それでお客様にサービスを提供する。つまり、要するに、インターネットに皆さんがつながなくても、よく、特別なその用意された基盤で、動かすことができるため安定して、なおかつ、その管理も非常に、綿密にできるという話です。そういうサービスがここ最近すごく増えてきて出ています。なぜそんなサービスがそもそも出てくるのかなというふうに考えると、やはりそれは、パブリッククラウドが抱える問題点というのが今少しずつ浮き彫りになってきたということだと思います。じゃあどんな問題点かというと、パブリッククラウドを使うにあたってそのネットワークの帯域だったり、処理する量だったり、そういったものをしっかり管理し、それをコントロールすることができる人がいないということです。それをしっかり管理し、できる人たち、そういう人たちが特別に自分たちの帯域を自分たちで特別に閉塞的なネットワークの領域を持って、サービスとして提供する。そうすることによって、その担当者の方の大変さとか煩わしさというのを減らしてくれるということになります。そういった問題点を、ビジネスとして、やり始めている企業さんが多く出てきているということです。ここで私たち考えていきたいのはパブリッククラウドについてです。パブリッククラウドがまさに、最後の砦のように、また今これをやっとかないと絶対に、まずいですよ、流行に遅れますよじゃないですけど、慌ててやるところもあると思うんですが、対応するところもあると思うんですけど、結局そういう問題を超えていかなければなりません。レガシーなシステムと言われたシステムが、必ずしも悪いわけではなく、VPN という専用の自分だけの線路を持って、専用線を持って、ビジネスを展開してきたアプリケーション業務システム、
決して、レガシーというわけでも、古びたものではなく考え抜かれたものであるという事実です。私はその、今この IT の業界に、30年以上身を置いてるんですけれども、なんか繰り返す感じがあります。分散したり集中したりっていうことを何度も何度も繰り返し、考え方も、どん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 変化してると言いながら、実は、昔のそういった考え方の原点回帰、そういったことも起きているように思います。ですので、要は何が言いたいかというと、パブリッククラウドありきで、システムを開発したり構築したり、サービスを追いかけたりするのは あまりどうかなと、ちょっと考えてみてもいいのかなというふうに思った次第です。今日はここまでとしたいと思います。それでは。